文化放送で放送中の、乃木坂ク6の、の、毎週日曜あと6時は、番組10周年を記念する特別企画として、昨年4から乃木坂ク6の後期生11人が、月替わりで、番組 MC を担。2月4日の放送からは、月替わり形式で最後とな、井上和が MC を担当する。2013年4月に、 文化放送で放送開始した同番組は昨年4月で番組10周年を迎え週替わり出演の乃木坂46メンバーと共に MC がライベートや近況についてトークを繰り広っている今日28日の放送では1月の MC を担当した本姫名が収録のたびに前日の夜から緊張し 何を話そうかなって色々考えていたんすけど恋に感情を乗せることはすごく難しいと思いました。声優さんやラジオを何年もやっている方は楽しそうに喋っていらっしゃって、今回そういう新しい発見と共に成長きたんじゃないかと思いますと1ヶ月を振り、た。さらに2月の MC 担当が井上であることをほううちで発表しは頑張って、 と言わずとも、とても、テク MC をやっていそう。器用で何でもできちゃ、ので、落ち着いていて聞きやすいし、どんなを、押してくれるのか、楽しみです。とエールをそう、た、井上はコメント私はラジオでの久保文雄さんの MC が、すごく空気が柔らかくて明るいと、ロが素敵だなと感じています。高い目標であるのですが、自分も、そんな風にできたらいいなと思っています。 のギぎののはご帰省がこれで11ヶ月リレー形式で MC をつないできて私が才の担当です。先輩をゲストに迎えて一緒にをしするのでちょっと緊張してしまうかもしませんが先輩とのトークや自分の元の部分温かい気持ちで聞いていただけたら嬉しいです。これまでみんなの MC がすごく楽しそうだたので私も楽しんでいただけるように聖一頑張りたいと思います。